40歳以上の婚活者専門、フッサンナコード、木村直樹です。今回は、プレ交際でプロフィールの深い話を聞くことについて話をします。私の女性会員は、お見合い後3回デートをしました。3回デートしたので、私が結婚相手として考えられる人か聞いたところ、相手の出身大学、会社名、仕事内容、家族のことを一切聞いていないことが分かりました。個人情報を聞いてはいけないと思い、プロフィールに関することをほとんど聞かずにデートをしていました。女性会員にお願いしたことは、プロフィールに書かれていることよりさらに突っ込んだ話をすること。出身大学はどこで、一番の思い出、熱中したことは何か、会社はどこで、どんな仕事をしていて何が大変でやりがいはないか、交際相手の昔や今の話を聞いて共感する部分、違和感を感じる部分、それを自分の感覚、価値観と合うか確認をすること、結婚相手になるか意識することをお願いしました。3回のデートはいずれも楽しい時間になったようです。婚活しましょう。そして新しい人生を歩み始めましょう。